あ、ここ亮太郎くんがこうサイド出した時にもうチームとしてファーに入るっていうのはチームとして決まっていたので、あとは本当ゆうきくんのボールがすごく良くて俺もタイミングよく入れたのがこのゴールでした。このボール足でもいけたんですけど、なんか頭でいっちゃいました頭のがなんか正確にいけるなと思ったんで、いつもなんかダニーにも言われてて、その監督にもその相手の顔色を常に伺えって言われてて、それ伺った時にもうボールウォッチャーだったので、あ、この瞬間走れるなと思って走ったって感じですね。だからつい多分全然気づいてないかったんで、相手がすごいいいタイミングで走れたなと思います。いつも素晴らしい応援本当にありがとうございます。本当に皆さんの、声援で自分たちも後押しされて、走ることができています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。皆さん、たこ焼きはククルでお願いします。世界一うまいです。